長のアップメディアゲーム情報局です。今回の動画ではアカスタジオさん、レベルインフィニティさんからリリースされたばかりのタワーオブファンタジー幻冬をプレイしていきます。今 YouTube でもたくさん CM が流れているので知っているよという方も多いかと思いますが、本作は近未来の世界を自由に冒険できるオープンワールド RPG となっていて、アニメのようなビレーグラフィックで表現された魅力的なキャラクターやコンボジャスト回避といった爽快感抜群のアクションを楽しめるタイトルになっています。私もベータテストの頃からプレイしていたのですが、先日8月11日に日本で待望のリリースを迎えたということで、最大68連無料でガチャを回せるなどお得なグローバルリリース特典カーニバルを開催中です。今回の動画では本作の魅力をお届けできるようにプレイしていきたいと思います。それでは早速プレイしていきましょう。まずはキャラクターのクリエイト画面にやってきました。こちらで自分のアバターを作っていきます。幻冬の魅力の一つはこの豊富なパターンのアバター作成かなと思います。簡単にアニメ風のキャラが作れちゃうし、何度でも作り直せることができるので気分で変更できるのもいいですね。じゃあ女の子で私っぽい、もやしっぽいのを作っていこうかなと思います。もうね、デフォルトのやつも全部可愛いんですけど、プリセットデータ、プリセットデータ。あ、なんだっけ、そうだ、シェアができるんですよね。みんなが作ったアバターの例が、このまんま、読み込むこともできるし、アップロードすることもできるんですね。なるほど、ちょっとこんな感じで私も頑張ってみようかな。じゃあまずどうしようかな。最初、まあ、これから作っていくか。あ、この方がなんかショートカットが私っぽくないか？服装はね、どれがいいかな？やっぱへそ出してる方がいい？へそ出してる方がいいかな？これちょっとアイドルっぽいよね。かわいい。これなんかちょっと近未来感があってかっこいいっすね。おお、理想、現実、理想、現実みたいな。じゃあ間取って真ん中にしとこう。これは髪型ですね。髪型もいっぱいあるし、なんか、これは全部プリセットなんですけど、前髪、中間、後頭部まで全部ね、できちゃうのがこれすごいですよね。これもできた。これにしとくか。かわいいかわいい。よし、完成です。ということで、フィールドマップにやってきました。幻冬はやっぱりオープンワールド RPG なので、マップ探索が魅力ですよね。本作の世界観は SF ファンタジーなので、ロボットが出てきたり、近未来的なステージもあったりと、バリエーションが豊富です。これだけ広いと、探索結構大変そうって思うかもしれませんが、それを助けてくれるのが、アルケイと呼ばれる様々な乗り物、バイクやジェットパックといったかっこいい乗り物を使って、季節や、天候が変化する綺麗な景色のフィールドを探索できちゃいます。クエストを受けたり、バトルをしなくても宝箱を探しながらお散歩したり、記念撮影するだけで十分に楽しめちゃうところもいいですよね。バイクで荒野をかけたり、いい景色の写真を撮りに行きます。なんかアトラクションみたいなの、あれ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 、あそこまで行きたいなと思ってるんですけど、あれ、これ渡っていけんの？まさかね。雨降ってきた。あ、落ちた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 。これ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 。今ね、気球に乗って、なんか、遊園地の島にやってきたところですね。これ、ストーリーで、来れるところでした。乗れた。動いてるこれ。あ、座れる。あ、動いてる。やったついに来た来た。もう、なんかカメラモードみたいな勝手になった。あ、夜、夜、夜とか綺麗そうじゃない？ね、ライトアップ。ライトアップされてる。イェイ。これ誰かとね、一緒にいたら楽しそうなんだけどな。あ、ジェットコースターあるね。ということで、絶景ポイントでした。バトルでは、体験、大釜といった近接武器や、弓や銃といった遠距離武器など10種類以上の武器が用意されていて、持っている武器の中から3つまで装備することができます。そしてその3つの武器を切り替えながらコンボを稼いでいくのが本作のバトルの特徴。連打だけでも簡単に攻撃はできますが、いろいろな武器で技が繋がるか試してみるのもいいですね。敵の攻撃を直前でかわすと周囲の時間が一定数遅くなる連装体の発動。ステーンがスローに
になって武器の攻撃ゲージが一瞬で回復するなどなど、アクションゲームが好きな人もこの幻冬のバトルはハマっちゃうんじゃないかなと思います。他にも食材を集めて料理したり謎解きしたりミニゲームで遊んだりと楽しいコンテンツが盛りだくさんです。レタス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 、あ、そういうもんすぐできないのか。レタスレタスレタスでなんかできませんか。いっぱい持ってるんですよ。レタス レタス農家かなってぐらいなんかできたな今。あ、ごったにシチューができたのかな。なるほど、という感じでございました。お、いいよいいよ。これで最後のこの丸マインを投げれば。はい。ドーン。あー、失敗。あー、的当てだ。うまいじゃん。あ、取ってください。あ、なになに？レースかな？なんてがカートみたいな。用意どんでみんなで行こうよ。あ、審判ズルをした人たちがいます。あ、これが審判。もう知ってるのね。難しい。あ、これ難しいやつだ。あ、これあんまり方向キーを入れない方がいいんだな。なるほど、なるほど。よし、覚えたぞ。いいよ、いいよ。あ、いいかも。あ、いいよ、いいよ。いけるいける、あ、あ、いけたやったスライダーの試合勝利おめでとうございます。やったぜ、嬉しい、頑張っちゃった。幻冬の魅力として外せないのは最大4人まででパーティーを組んで楽しめるマルチプレイ。今回は編集さんを助っ人に呼んで連邦作戦にチャレンジしてみたいと思います。ちょっとね、野良でみんな集って一緒にプレイしてみたいと思います。マッチングしてみました。え、すごいボコボコにされてるけど。宝箱もらった。すごいジャンプしてる、奥に行くんだ。わー、すごい近未来的なステージ。わー、ボスだ。これはボスでしょう。もうみんなで倒すのだ。いいよいいよ。回ってるとこってみんなどうなってんの。すごい暴れてる。え、めっちゃあの人暴れてる。みんないいな、欲しい。なんかこうみんなが使ってる武器を分かるのも楽しいな。あ、倒した。え、倒した。早い早い。全然一人でやってる時より早い。解放で宝箱を取る。イエーイ。あ、レベルアップした。ああ、怖い。苦手だ。あ、見えなくなった。ラッキー。あ、これがボスなのかな？あ、ちょっと出遅れてます、私。すいません。出遅れました。うわあ、ビーム、ビーム。え、ちょ、近寄れないじゃん、これ。うわ。危な。なんか全方位危ない。怖い。怖い怖い怖い。あ、私はあんまりダメージが出てないのよ、今。ほんと頑張ってるところを見せよう。戦う意志があるんだよ、みたいな。参加してるよってことを見せよう。あー、痛い。でも狙われてない。セーフ。わー、今のまぐれで避けたけど。あ、また来た、また来て、これまずいまずいまずいですよ。まずいですよ。怖いよ。近寄れないよ。あ、ボスだ。いっぱい回った。みんなお疲れ様でした。楽しかったね。ありがとう。いかがでしたでしょうか。幻冬は今までにないハイクオリティなゲーム体験ができるのがいいですね。オープンワールドゲームが好きな人も今までこういうゲームをやったことがない人も始めやすいゲームかなと思います。さらにタワーオブファンタジー幻冬リリース記念としてアイダ星上陸計画大型投稿キャンペーンが開催中です。アイダ星で起きた特別な出来事をレポートしたりスキルのお披露目やゲームの攻略情報をまとめ
スクリーンショット撮影、イラスト創作、コスプレなどなど形式を問わず本作に関する内容であれば自由に投稿 OK となっております。入賞作品は Amazon ギフト券5万円分都内大型広告での展示や公式ユーザー作品展示サイト攻略まとめサイトに掲載されるチャンス、さらに検討公認クリエイターになれるかもとのことなので、私も今回シャッフィーちゃんのイラストを描かせていただきました。アイダ製上陸計画に私も参加したことになるかな、今回のために描きました。ファン作品であれば何でもいいみたいなので、みんなもぜひチャレンジしてみてくださいね。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。